はい、続きです。設置位置はこちらにセットしてみます。でこのタイプはですね、一応、ダブルカメラ、本体でダブルカメラですね、前方と室内を一応記録できると。でこれに先ほど少し説明したバックカメラもつくんですけれども、取り急ぎ取り回しがありますんで今は、接続しないでおきます。お決まりなんですが、こちら、ですね、上の内張りの中を通して、こちらのフレームですね、ピラーのところをちょっと外しながら通しまして、下に行きまして、クローズボックスの下を通しまして、シガーソケットのところに入っていると。まあシンプルですね。これで十分じゃないかと思います。性能自体はですね、左側に、一応操作パネルがある感じで、いろいろ画質、それから、音、まあ、もちろん時計のセッティング等ですねができますけれども、まあこの辺は一般的なセッティングで問題ないと思います。まあ、中華製、まあ、中国メイドインチャイナの場合はポイントとして、まあ、耐久性とかですね、不具合の問題がどうかということがありますけれども、こちらは、炎天下、もうすぐ夏が来ますけれども炎天下の状態で使ってみて、どうかということになりますので、こちらの方は追ってブログで紹介したいと思います。で今のところ、初期不良等はなさそうな気配で、どうやら録画もスタートしているようなので、あとは、使ってるうちに不具合が出ないかどうかということになります。以上、暇人脱獄ブログの、メイドインチャイナ、格安ドライブレコーダーをつけてみたよということになりました。